最近ようやく私が目指す上位仕上げの響きを出せるようになるアンドレス様のことを思い出しました。私はあなたが初来日の折、山口県宇部市渡辺王記念会館南仏の主催の主催で行われたアンドラッシュピアノリサイタルにより調律をさせていただいた松永というものです。その折コンサート中に子供が泣き出し演奏を中断されたコンサートです。そしてあなたがそのピアノを弾かれ、もしこのピアノを持ち帰ることができるなら持ち帰りたい、そのように褒めてくださいました。忘れることはできません。その後人の心に食い入る響きとはを目標に試行錯誤し、調律し始めからし終えるまでに時間差を利用することによってのみ初めて出てくる調律仕上げの響きに気づきました。名付けて時間差調律と言っておりますが、自然な響きで無限的な表現力を秘めた調律仕上げの響きとなることを体感しております。ピアノには1対200数十本のピンがあり、調律をするということは、ピンをねじって合わせることになります。物体の法則としてねじられたものは最も安定した状態に戻ろうとします。ということは合わせたと、して、そのピンも後に微妙に動くということです。その戻りは調律師の意思に沿うことなく不規則に戻る動きですから、200数十本の範囲の中での無限的な動き、無限的な音色作りができることになります。この方法は世界で初めての取り組みであり、おそらくあなたの演奏表現をさらに雄大、魅力的なものにするであることを思わざるを得ません。できればもう一度この調律をさせていただけるチャンスをいただきたいと思い、この YouTube に寄せました。ご覧いただけましたら幸せですし、ご連絡いただけることを、期待し、何卒よろしくお願いします。